こんにちは、心理カウンセラーの高森です。うつ病の場合、朝調子が悪くて、昼あるいは夕方以降に徐々に調子が出てきて、夜になるとむしろ快調というふうになることが多いというふうにされています。ただ最近出てきた新しいタイプのうつ病というのは、これとは逆になるというふうに言われています。いわゆる几帳面というのとはまた違った気質なんですよね。でこういった場合には、昼間はいいけれども、だんだん夕方あるいは特に夜ですね、非常に不安定になっていって、非常にこう叫びたくなるとか、手首を切りたくなるとか、そういった極端な反応も出てくることがあるというふうにされています。このようにうつ病といいましても、いろんなタイプがありますので、このタイプに応じて対応していくということが非常に大切になってきます。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。